本かもです。以前別メーカーの格ゲープランナー、かっこもっと有名プレイヤーの方が、プレイヤーのやり込みは必ず開発の想定を超える、超えてこそプレイヤーだといったようなお話をされていて、とても印象的でした。芹沢さんが開発に関わってきた格ゲーの中で想定を超えるプレイで印象的なものなどありましたでしょうか。もしありましたら教えていただけると幸いです。また終日終電付近までお仕事されているようですので、どうかお体にお気をつけください。はい、お便りいただきありがとうございます。あー、そうですね、いや、超えてこそプレイヤーだとまでは言わないけども、その超えてほしいのは事実ですよね。超えてほしいのは基本的に事実だとは思う。そのというか、超えられるように作るべきだとは思うのよ。その格ゲー制作の 美学とは言わんけど、まあ、考え方的に、いや、もちろんちゃんといろいろ考えるし、まあ、あまりにもね、ちょっとうわーっていうのが出てきたときはしまったなとはなるけど、できればある程度その砂場は作りたいなとは思うんだよな。これはこういうゲームですね。で、こういう風に使ってください、それ以上の発展はないですっていうゲームは、まあ、いいんだけど、なんかね、まあ古い考えなのかもしれんけど、知らないけども、そのそれだとちょっとつまんないなって思っちゃうような気がするのよね。そのまあ納期とかいろんな問題があるから、俺はそういうゲームよりは多少壊しがいがあるゲームの方がいいかなって思ったりするんだよね。あんまりも壊れた時は、ちょっとこのおもちゃ壊れちゃったなっつって、まあ、ヒスコ派のガーフみたいにね、修正されたりするんだけど、そうそうそう。だああいうのはちょっと良くないかな。その調子よ。で、元町イリュージョンは、あれね、半分ぐらいはね、想定されてるのよ。もともと、その、タッチ交代で重なり判定が出て、ぬるって動くのって昔のメルブラにもあったし、そう、まあそのうち出てくんだろうなという気持ちは正直あった。だって昔からあったもん、そういう仕様自体は。なんだけど、ちょっとあまりにも綺麗に壊れちゃったから、ちょっと壊れすぎたなと思って、ごめんごめんつって、まあ色あまりにも綺麗すぎたから、これちょっとこのタイミングで直すかっつって、すいませんが直させてもらいました。まあ壊れ度合いというとあれなんだけども、なかなか難しいよね。綺麗に壊れすぎた、壊れたっていうか、もうなんか消化された、もう焦点した感じ、ピシュッつって。まあだからあれは本当プレイヤーのやり込みだなと思うわ。そうだな、開発系のやつで、これはすごい来たなみたいなやつ、大体みんなそうだけどね。大体みんなそう。例えばさ、さっき俺が死ぬほど苦労してた瀬戸の、その空中昇竜のコンボあるじゃん。あれも、その、こういう風にやったらコンボ伸びそうだなっていう、その砂場としては作ったんだけど、あ、そこまで入るんかみたいなのは結構あったわ、正直。思ったより入るな、みたいな。思ったより入る。ハウルの動く城ぐらい思ったより動いてた。かなり動いてた。っていうぐらいの思ったより入ったわ。し、まあ、見た目もかっこいいから、いいなーって思いながら見てたかな。あとなんだろう。まあ、だいたいあれじゃない？想定を超えて印象的だったやつって何っていうと、直したやつだよね。想定を超えるようなプレイかつ印象的だったもの、記憶に残っているもの何っていうと、過去に直したやつ、これだな、これですよ。直してないやつは、まあ、想定の範囲外ではあるけども、超えるプレイではあるけども、まあいいやと、印象にも残らんっていうと違うんだけど、そのこれはかっこいいからよし通れみたいなやつね。
なんだけど、想定を超えて印象に残ったやつはね、まあもしかするとなくなっちまうかもしんないんだよな。円起道くんのダッシュ C とかね、結構、印象的でしたね。だあれは想定を超えるプレイなんじゃなくて、設定ミスだからな。これまた難しいんだよな。こういう設定にしたのは確かに俺なんだが、なんか、足無敵になるのサンフレとかなんだけど、やばすぎるみたいな。あれはね、ちょっと、よく設定上見てみたらとんでもねえことになってた技だから、すごいのよ。立ち回りほとんどダッシュ C だったかな、あいつ。まあ、っていうこともあるけども。あれはちょっとどっちかっていうと、プレイヤーが超えてきたっていうよりは、俺が下を行った。プレイヤーが上を行ったっていうよりは、俺が下を行ったケースあるじゃん。例えばチェインシフトで英語無限だとかってさ、あれはさ、俺が下行ってるじゃん、どっちかっつうと。その調子よ。どっちかっつうと俺が下行ってない？そう。いや、これは結構大事なとこだと思うよ。プレイヤーが上を行ったのか、開発が下を行ったのかっていうのは結構大事なところ。プレイヤーのレベルが高いゲーム、まあ、例えば続編ものとかって、全体的にレベルが高いから、下に行きがちというか、行かないようにするのが大変というか、そこ難しいと思うんだよね。で、新規のゲームだと、プレイヤーもまあ、ある意味下の方から始まるから、まあまあいいかいいかって感じになるんだけど、ある程度アップデートをやってると、過去にこういうのあったやんけみたいな感じになるじゃん、たまにね。この不具合、前のやつであったじゃんみたいな、とかあると、うわ、すまんって気持ちになるわけよな。で、あれは開発が下を行ったケースですね。開発が下を行ったっていう方よくないけど、まあ結構そういう感じよな。はい。という感じですかね。まあ過去に私が、修正してきたやつが、大体どれも印象的だったなと思います。あれだな。多分誰も知らないっていうか、この配信を見てる人しか知らんと思うけども、アンダーナイトエクセレイトエストのロケテンだけにあった、ファーストアタックボーパル。これだな。これです。これが最高です。ファーストアタックボーパル。ね。なんだろう。思想としてはね、俺嫌いじゃないんだ、システム。一応システムとしては、ファーストアタックを取った方にボーパルが入るってシステムなんだけど、思想としては、ボーパルっていうね、ふわっとしたシステムが、刺激的にね、生まれ変わったから俺結構好きなんだけど、あれのさ、開幕グリムリーパー CS から最大コンの流れ、あれのね、壊れ方はすごい好きだった。あの壊れ方はすごい良かった。最大指導なんだよね。普通に考えて、必殺技 CS だから。で、かつ、所定、ブンブンってくるから、あれはね、かなり面白かったんだけど、壊せるやつと壊せないやつの差が結構ひどくて、活かせるキャラはマジで面白かった。けど、あんまり活かせないキャラは、開幕グリムに怯えるしかなくて、しかも、所定の一発目が一触即発すぎて、必殺技の振り合う感じがすごくて、で、当たるとすげえ減るんだわ。CS 取れるから。で、一番やばいのが、開幕格差がね、やばかったんですよ。開幕、グリムリーパー、チェーンシフト、フルコン、決めて、アシミーで締めて、次、ぐるっと待っていって CS なんですよね。次。だから、もう2タッチで終わりみたいな。あれね、すごかったんです。まあ、ある意味、まあ、超えていたような気はします。まあ、大体ロケテで俺がのけぞってたら超えてますね。ロケテ、まあ、最近はやってないですけども、いや、メルブラロケテやってないんだよね。メルブラロケテやってないんだけど、ウニのロケテやった時はすごかったね。ロケテやってゴルドーのしゃがみ C が下半身無敵だった時、下段無敵だった時、やっぱさすがにのけぞったよね。うわーってなった。嘘ーっつって。知ってますか？ゴルドーのしゃがみ C が。アッパーカットが足無敵だったとき、しゃがみ弱でピッピッピッって刻みに行くと、しゃがみ C で割り込まれるんですよね。えっつって。なんだあれっつって。
嘘っつって、まあ設定ミスなんですけど、あれはねさすがにねちょっとなんかのけぞりましたね。のけぞった、すごい。メルブラのベータがなかったのはあれです、そのネタバレがねありますから、月姫のネタバレどころじゃない、その月姫リメイクの要素が入ってるから、リメイクより先にはねロケットできないんですよね普通に考えて。はい、まあという感じで、まあそうですね、いろいろ開発の想定を超えてくれると嬉しいなとやっぱり思ったりはします。だから超えすぎない程度に超えてくれるのが一番嬉しい。難しい。はい、お便りいただきありがとうございました。